はい、2016年、ゼルトレーダーのバイナリーオプションによって日本一から世界一になったバイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。1億円近くの投資をしておりました。現在ゼルトレーダーは FX 投資となっています。それでですね、2018年、6日ですね、6日からですね、8月6日からですね、今度ライブで投資をちょっと試験的に始めます。1000円ずつ投資していきます。で、現在考えられているのは3台のパソコンでね、ライブなんで今度は自動売買禁止で、オート機能を全部外して投資をいたします。それでですね、55勝以上で、30勝以上の取引があると2週間でね、というので、先週成績が良かったんでそれで投資してみようかなと。ただ後半のね、1日2日だけだったんですね。でトータルではね、55% 以上の100個以上の取引が一番良かったんですけど、ほぼ1週間テストしてるんですけども、後半落ち込んでね、すごく落ちたんですね。半分ぐらい落ちました。で、それでもそれが一番成績がいいんですけれども、ここを見た時には、30個以上の取引、55% 以上の勝率というので一番いいのを分析させて投資してみた感じね、短期ではそういう落ち込みの時には結構少し強かったということでね。でそれで投資してみようかと思うんです。1000円ずつでね、資金は1万円から始めます。今ある1万円ですね。ボーナス5000円もらったんで、5000円入金して5000円もらったんで、またゼロになってたんでね、資金1万円で増やせるかなということで、また足んなかったら追加いたしますけどね。1000円ずつで1回ずつ投資ですね。で、インジケーターはね、17通貨国が24かな、17かな、あるんで、それをね3台のパソコンでシグナル分析します。全部おのの違う数値で、戦略でね、投資すると思うんでね。ただ今言った内容の固定でねいたします。55% 以上の勝率もいいので50個以上取引があるというのをでね、分析させたデータから投資しています。音声の指示から私が226で打つような形になりますね。今回からはライブ投資ですのでね、放棄は必ず守ってください。自動売買は禁止ですからね。そういうことでして、今左右のパソコンは休んでます。真ん中はね、パソコンねは休んでますけどね、私の方のね、休憩中ということで考える時かなということでね、今日は5日ですから日曜日ですね。8月5日日曜日ですね。もう私売りが強い人はいないんで、業界に誰もいないんでね、なんかいろいろデモばっかしやってるから、やって急んだけど、ライブもやってますけどね、全部ほとんど試験はデモなんですね。でライブの動画も撮ってありますから、そっちの方を見ていただきたいんだけど、ちゃんとやってます、ライブ投資ね。その人は全然見てないんですね。で、ただデモのが多いですからね、当然ね、試験投資が多いですからね、それが当たり前なんですね。だからある部分だけ公開したりとか、そういうことは一時してると怪しまれるんで、全部そのままお見せしてるだけです。だから
大事なんですけどね。一箇所しか見ないですね。見る人はね、一箇所しか見ない。それで言ってくるんで。で、社長応対もできないしね、そんなの、書いてあることだから、それも読まないで言ってくるんだけど、ね。まあそういうことだね。今日日曜日で、じゃがいもシチューを今作ってて、食べるところです。はい、まあ、サンディのゲームでね、まあ誰もいないんだね、人がね。そんなことでね、録画撮りました。ありがとうございました。